聖書を拝読します。ローマ2章14節から15節までです。律法を持たない異邦人が生まれつきのままで律法の命じる行いをする場合は、律法を持たなくても自分自身が自分に対する律法なのです。彼らはこのようにして律法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示しています。彼らの両親も一緒になって証しし、また彼らの思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりしています。アーメン。映像で用意された聖歌台の賛美の後、道会場先生の映像説教天国30回目三転送2回目のメッセージを聞きます。愛する生徒の皆さん、全世界と全国の司教会と司聖殿の生徒の皆さん、全世界でインターネットで礼拝を捧げているすべての生徒の皆さん、 GCN の視聴者の皆さん、前の時間には三転送で与えられる命の冠について伝えました。合わせて三転送に入れる信仰の資格を調べてみました。主を第一に愛するので命まで捧げられる信仰を持っている人が三転送に入れると言いました。ところで主を知らない人の中でもとても正しい行いをした人々がいます。王のため、あるいは親と友達のために代わりに命を捨てた人々がいるのです。誠に献身的な愛を見せたのです。ヨハネ 15-13 にも、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていませんとあります。ところで救いはただイエスを救い主として受け入れてこそ可能なことですから、この人々は救われなかったのでしょうか。父なる神様は彼らにも救いの道を備えてくださいました。それが良心裁きです。また彼らの中にはただ救われるだけでなく、やがて三転送に入る人々もいます。この時間はこのように良心裁きで救われたケースについて伝えます。父なる神様は世の初めから生まれた数えきれない人々の中でたった一人でも不当な裁きはなさいません。完全な公義と愛によって全ての人を裁かれます。生徒の皆さんもこのメッセージを聞いて、このような神様の公義と愛をより深く悟りますように。愛する生徒の皆さん、使徒4-12に、この方以外には誰によっても救いはありません、世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからですとあります。これはただイエス・キリストを信じることによって救われるということです。誰でもイエス様が救い主であることを口で告白して心に信じると救われます。ヨハネ 3-18 には、御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の独り子の皆を信じなかったのですでに裁かれているとあります。ではイエス様がこの地上に救い主として来られる前の旧約時代の人々はどのようにして救われるのでしょうか。また律法を下さる前の人々は、また新約時代でも福音を聞くことができずに死んだ人々はどうなるのでしょうか。イエス・キリストを信じなかったのでみんな救われないのでしょうか。そんなはずはないでしょう。父なる神様は愛であられるので誰にでも救いの機会を開いてくださいました。これが良心裁きなのです。これについてローマ 2-14-15 にこうあります。律法を持たない異邦人が、つまりイエスが救い主であることを知らない、聖書を知らない人が、生まれつきのままで律法の命じる行いをする場合は、律法を持たなくても自分自身が自分に対する律法なのです。つまり自分の良心によって善も行って悪も行うのです。彼らはこのようにして律法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示しています。彼らの良心も一緒になって証しし、また彼らの思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりしています。
律法は神様が選ばれたイスラエルの民にくださったものです。この律法が救われる基準になりました。律法の基準に合っている人は救われますが、合っていなければ救われませんでした。もちろん律法を犯したときに罪をあがなう方法もありました。ところがイスラエルの民ではない異邦人には律法がありませんでした。しかしこのように律法を持たない異邦人でも律法を行ったと認められる場合があります。それは自分の良心に従って善を行った場合です。良心とは人々が自分で作っておいた善と悪を区分する判断基準です。これは善だ、これは悪だと自分の良心に従って判断をします。しかし地球に65億人がいるなら、65億人の良心判断基準は全部違います。ある人は善を見て悪だと言ったり、ある人は悪を見て善だと言ったりします。このように人によって良心が違うのです。良心はどう作られますか？生まれてから、親から、兄弟から、隣人から、先生から、または本を通して学び、聞いてみます。そうやって自分の良心を作っていくのです。それで良くないことも良いこと、良いことも良くないこととして間違って入力されることがあります。間違ったことを教わったから。またどんな環境で成長したかによって良心が変わります。皆さん、今の若者たちは何かを食べてまずかったら捨てたりします。でもある人はもったいないから食べます。昔私が子供だった時は、春の葉盛り木があったし、あまりにも貧しかったから食べ物を捨てるということはありえませんでした。いくらまずいものでも何でも食べたから。例えばご飯粒を残すとかは想像もできませんでした。お米を研ぐ時も、米粒が水に流されたら全部拾いました。砕け米も捨てないんです。ご飯が腐っても普通に食べます。でなければそれで何かを作りました。甘酒とか作って食べるし、捨てないのです。もったいないから捨てられないのです。もし捨てるなら両親の呵責を感じます。大事な食べ物を捨ててはいけないから。今日は暮らしが豊かになっているから、若者はまずければ捨てますが、でもお年寄りは今も捨てられません。もったいないし、両親が許さないのです。私が前、ある方々が料理を捨てようとするのを見て、理由を聞いたらまずいからだと言うんです。私はそれでも食べなければもったいないのにと言って、昔の話をしました。それでもあまり心に響かないようです。そのまま捨てようとするのです。それで私はこう言いました。今もアフリカとか多くの国では飢えて死ぬ人々がたくさんいます。一日のうちでもたくさんの人が食べるものがなくて死んでいます。その人たちのことを考えてみてくださいと。そうやって捨てるものなら、その分節約してそれを貯めて宣教とか施しに使えばどれほどいいのかと言ったことがあります。どんな環境で育ったかによってこんなふうに違うのです。他の面でも同じですし、このようにそれぞれ違う良心に従って判断をするのです。ところでこの良心は人によってみんな違います。生まれつきの心の血が違うし、成長してきた背景が違うからです。
何を見て聞いて自分を形成したかによって両親の判断基準が違ってきます。すべての人が生まれてから主に教えられて成長したなら、両親も真理で作られて大体似ているでしょう。ところがほとんどの人がそうではありません。真理をよく知らず、神様の御命に義を行わない人々から教えられて成長したからです。それで人の目には良心が正しいと思っても、神様の方からご覧になると清い良心がなかなか見つからないのです。いくら良心が正しい、まっすぐだと言っても神様の基準には遠く及びません。すべての人の良心がこのように完全ではなくても、その中には善と悪があります。自分なりに判断基準があるのです。それが律法のような役割をします。これは善だと判断して追い求め、これは悪だと判断して追い求めません。また良心に従わなかった時は呵責を感じます。恥を感じるのです。これについて本文14節に、律法を持たなくても自分自身が自分に対する律法なのですとあるのです。したがって律法がない時代の人は、良心に従って善を追い求め悪を追い求めなければ律法を守ったのと同じなのです。良心で悪を知りながらも行い、善と知りながらも行わなかったなら律法を破ったのと同じです。このようにその両親も一緒になって証ししました。イエス様がよみがえって天に上げられた後に福音を聞くことができなかった人々も同じです。心の良い人々は秩序よく創造された天地万物を見ても神の存在を信じます。ローマ1の20に、神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきり認められるのであってとあります。つまり、良心の正しい人は、神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性が、世界の創造された時から、被造物によって知られ、はっきり認められるのだから、万物を見れば創造主を認めるようになるのです。私がイスラエルに行って宣教した時、メッセージ中に創造主の神様がおられるという証拠について簡単に伝えました。人間も動物も目は2つ、鼻は1つ、口は1つ、耳は2つあって、その位置も同じであるということを見てでも、一人の創造主の設計によって作られたのが分かるのではないかと言ったら、あるユダヤ人の方がとても驚いたと言われるんです。自分も神様を信じてはいるけれど、今日のメッセージを聞いて確かに信じるようになった、本当に感謝すると。このメッセージが自分を完全に変えさせたというのです。前も信じているつもりだったけれど、今日のメッセージではっきり分かったと、お礼を言う方がいました。このように心の良い人は創造主の神様を認めるのではありませんか。また伝道者3の11には、神はまた人の心に永遠への思いを与えられたとあります。心の良い人々は本性で神を探し、漠然とであっても死後の世界があると信じて天を恐れることも知っています。善良で正しく生きようと努め、ある程度は真理である神の御心に従って生きていくのです。彼らが福音を聞いたなら、当然主を受け入れて救われ、天国に入れるのではないでしょうか。それで神様はこの人々を救うために、この地上での人生を終えると一旦上の読みに行くようになさいます。
上の読みがあれば下の読みもありますね。地獄という本には下の読みでどんな刑罰を受けるのかが書かれています。上の読みにとどまりながら救いの道を聞いてイエス・キリストを受け入れるようにするのです。イエス様が十字架を追われる前は、上の読みはアブラハムが信仰の父としてそこの頭になっていて、預言者たちが行って熱心に救い主について伝えたのです。イエス様がこの地上に来られる前もその方が救い主であることを教えていたのです。そしてイエス様がよみがえって天に昇られる時に、上の読みにいる救われた人々を連れて行かれたのです。その後も預言者たちが良心裁きによって上の読みに来る人々にイエスが救い主であることを教えているのです。それでイエス様は十字架で死なれた後、上の読みに行かれました。第一ペテロ 3-19 にその霊においてキリストは囚われの霊たちのところに行って御言葉を述べ伝えられたとあります。体は葬られたから霊が言ったのです。その霊においてキリストは囚われた霊たちのところに行って御言葉を述べ伝えられた。旧約時代に律法によって救われた人々と良心裁きによって救われた人々は、上の読みでイエス様を救い主として受け入れることができました。その後パラダイスの端に用意されている天国の待機場所に移されました。新約時代に良心裁きによって救われた人々も、上の読みで3日間とどまっている間福音を聞いてイエス・キリストを受け入れるようになります。その後は同じように待機場所に移されます。イエス・キリストだけが唯一の救いの道なので、良心裁きで救われた人々もこの過程を経なければならないのです。ところがこういうことを知らないため間違って教える人がいます。イエス・キリストだけが唯一の救いの道だから、その方を受け入れなかった人は皆救われなくて地獄に行くというのです。だから旧約の人々、主の福音が伝えられる前の人々はイエス様を受け入れなかったから皆地獄に行ったと教えるのです。でも私の心の中では聖霊がそうではないと悟らせてくださいました。旧約時代にも神の人がたくさんいたのに、彼らが皆地獄に行くとは話にならないことなのです。でもイエス様のたった位置によらなければ絶対救われないという御言葉だけ知っていて、良心裁きについては知らないから間違って教えることがあるのです。反対に良心裁きで救われない人々は下の読みに落ちるようになります。大審判の時まで下の読みで苦しんで、その後は永遠の地獄の火に投げ込まれるようになります。愛する生徒の皆さん、良心裁きで救われた人々は天国のどの場所に入るようになるでしょうか。知りたいですね。彼らはイエス・キリストの皆によって神の国のためにしたことがないので、みんなパラダイスに入るのでしょうか。良心裁きで救われた人々もそれぞれ心の善のレベルが違います。良心に従って正しく生きた程度も違います。従ってこのような人々もそれぞれの行いに応じて永遠の天国の場所が違ってきます。これが神様の公義で愛なのです。もしこういうものがないなら、地獄に行った人がどれほど神様を恨むでしょうか。なぜ精子と卵子を与えて生まれるようにして地獄に行くようにしたのか、なぜ創造主が被造物を地獄に行くようにしたのか、自分の時代にはイエスもいなかったし救い主であることも知らなかったのにと、どれほど神様を恨むでしょうか。仮に皆パラダイスに行ったとしても不満があるのではありませんか。救われたことは感謝だけど真理を知らないままパラダイスにしか来られなかった。
イエス様が生まれた後の人たちは一転送、二転送、三転送、新しいエルサレムにも行くのに不公平だと思うのではありませんか。だからといって恨んだりはしないでしょうが、それでも不公平だとは感じるでしょう。それでは良心裁きで救われた人々の場所はどんな基準によって定められるのでしょうか。まず三転送に入るケースを説明します。福音を聞いた人々が三転送に入るためには神様をこの上なく愛する信仰を持たなければなりません。その証拠は肉を完全に脱いで清められることです。聖書に神様を愛する証拠は何だとありますか。神の命令を守る人が神を愛する人だとありますね。また主のために自分の命を捨てられることだと言いました。福音が聞けなかった人の中にも自分の良心の義と善を守るために命を捨てた人々がいます。例えば国と王のために自分の命も惜しまず喜んで捨てた忠臣たちがいます。たとえ王が自分の忠誠を分かってくれなくてかえって不当な苦しみに合わせても王を恨んだり憎んだりしませんでした。忠臣でも濡れ衣を着せられて鞭で打たれたり首がはねられたり島流しにされたり毒薬を賜って死んだりすることがたくさんありました。しかし彼らは王を恨まなかったのです。毒薬を賜っても王がいる方向に向かって三度ひれ伏してそしてきちんとした服装で毒薬を飲んだのです。何の過ちもないのに反乱を主導したとか濡れ衣を着せられて殺されるどころなのに恨むことなくかえって王を廃しながら死んだのです。自分の両親の義に従って死ぬまで変わらず忠実であった忠臣たちがいるのです。このように両親の義は真理にあっての義ともぴったり合います。また善の3段階あるいは4段階にあたります。このように真理にかなう善と義を持っていてその善と義を守るために自分を完全に捨てたのです。ですからこのような方々が福音を聞いたならどうしたでしょうか。神様を変わらず愛することはもちろん神様のために十分命も捨てることができるでしょう。したがって神はこの人々が十分三転送に入れると認めてくださるのです。例えば韓国のイ・スンシン将軍はどうだったでしょうか。イ・スンシン将軍はイエス・キリストを知りませんでしたが誠に真理にかなっていました。国と王のためにまた民のために命を捧げるまで忠実でした。自分の名誉や権威富を求めようとしませんでした。ただ犠牲になって使えるだけでした。また悪を行った痕跡が見つかりません。不当に汚名を着せられてもおとなしい羊のように惹かれていくだけで誰かを恨んだり仕返しをしようともしませんでした。濡れ衣を着せられてもおとなしく囚われました。ひどい拷問を受けても黙々と耐えました。官職を剥奪されて一兵卒になっても王を恨まなかったし自分をはめた人も恨みませんでした。そしてひどい拷問を受けて体がボロボロになって周りの部下たちが少し休んでくださいと言っても休まなかったのです。家に帰ってからもすぐ復帰しました。ち
しばらく休んで体が回復したら出勤してくださいと言われても、罪人の身としてどうして休むことができるのかと言って休まなかったのです。イ・スンシン将軍は第一が国で、次は王でした。その次は民で、その次が自分の家族でした。家族のことは一番後だったのです。自分のため、自分の家族が敵軍の手で、妻も息子たちも殺されたり囚われるかもしれないのに、それよりは国のことが優先でした。周りからご家族を避難させなければと言われても、国のことを最優先に思ったのです。自分を島流しにした王を恨まず、感謝の礼を尽くしました。そんな王と国のために戦場に出て行き、命尽きるまで戦いました。そして時に応じてひざまずいて天に向かって祈りを捧げました。神を認めていたのです。ですから公義と愛の神様は彼を優れた天国に導き入れられないでしょうか。こういう良い人が地獄に行くなら話になるでしょうか。イ・スンシン将軍は名誉も権力も欲しくありませんでした。敵軍との最後の戦いで海で激戦を繰り広げていました。敵軍を生かして返さないために戦っていたのです。ところがイ・スンシン将軍は甲冑を着ていませんでした。敵軍は銃と弓で攻撃しているし、戦場では当然甲冑を着るべきなのに着てなかったのです。その理由について歴史学者たちは、イ・スンシン将軍はすでにそこで死のうと決めていたからだと言います。なぜなら自分がその戦いで勝っても結局は反逆者として訴えられるはずだし、すると自分を助けた人たちまで同じ罪に問われるだろうから、そこで名誉ある死を選ぶことにしたのです。それで甲冑を着てなかったというのです。本当にそうだったかどうか、その心は神様だけがご存知でしょうか。歴史学者たちはそんなふうに解釈するのです。普通の人なら戦いで勝てば名誉も権力も得て、王に愛されて民にも愛されるだろうと思うでしょうが、イ・スンシン将軍は先に起こることを予測していたので、自分を助けてくれた人たちを救うために死を選んだのです。これだけの善と節義を持っている人がどうして優れた天国に行かないでしょうか。歴史を見るとこういう心の良い人がたまにいます。私が三国志を読んで感動したのは、心の良い人たち、本当に忠実で国のために命を捨てた人たちが出てくるからです。それで本を読みながら、そういう人物を尊敬して私もそうなりたいと決心したのです。皆さんもよく知っている諸葛孔明には、本当に善だけあって悪は見えません。他の関羽とか張飛劉備には悪がたくさん見えますが、諸葛孔明には悪がないのです。そして五光将軍の一人、誰ですか、長子龍もそうです。ただ国と王のために、民のために死ぬまで忠実でした。彼は五光将軍の一人でしたが、三国志の最初から最後まで読んでも彼には悪は見えませんでした。だから病気とかではなくて高齢になって死んだのです。戦場では多くの人が死にますが、
この将軍は多くの戦いに出ても矢を受けたり剣で切られたこともなく、高齢になって死んだのです。病気でもなかったし、それだけ心の良い人だったからです。でも諸葛孔明は病気で死にましたが、彼は自分の寿命が短いことをすでに知っていました。数千人の敵軍を油で殺した時、このせいで天が私の寿命を減らすだろうと予言したのです。つまり天の神を認めているのです。こういう人たちが優れた天国に行けないなら不当ではありませんか？そうですね。神様が良心裁きで三天層に導き入れるもう一つのケースがあります。それは親のため、隣人のために自分を完全に犠牲にする高貴な心を持っていた人々です。親のため、隣人のため、子供のためには入っていません。親が子供のために犠牲になることは当然だからです。しかし子供が親のために犠牲になって命を捧げるケースは稀です。昔はたまにありましたが、今日はほとんどありません。どころか親は子供のためなら命も懸けますね。もし子供の罪の代わりに父親が服役できるなら、代わりに刑務所にでも入ることが親の愛です。親のために、隣人のために自分を完全に犠牲にする高貴な心を持っていた人々です。親は絶対子供を見捨ててはいけません。子供がいつ自分を産んで育ててくれと言ったことがありますか？ないでしょう。例として韓国の昔話に出てくる高校娘シンチョンとコンジの前を調べてみます。シンチョンは目が見えなくても一人で自分を育ててくれたお父さんの恩に感謝して真心から仕えました。次にはお父さんの目が見えるようにするために自分の命まで自分から捨てました。またコンジは自分をひどくいじめる警部にも真心から仕えました。警部を少しも憎まなかったし、辛いからといって癇癪を起こしたりもしませんでした。警部が連れてきた妹まで実の妹のように可愛がってよく面倒を見てあげました。妹が自分に意地悪して嘘のつけ口をしても言い開いたりしないで、妹の代わりに黙々と叱られました。警部が妹をひどくエコひいきしても恨まないで善を持って理解しました。このような善は真理にあってもどんなに高い水準の善でしょうか？もちろんこれは昔話ですが、もし本当にあった話ならどれほど優れた善でしょうか？昔話にはこういう良い話がよくありますね。善の3段階と4段階に当たります。したがって本当にこのような善を持っている人がいれば、その人は十分三天層に入れるのです。生徒の皆さん、ではどんな人が良心裁きによって二天層あるいは一天層に入るでしょうか？まず二天層には自分一人正しく生きた人々が入ります。他人のために大きな善を行ったこともありませんが、かといって悪を行ったこともありません。人に害を及ばさず善を追い求めてただ誠実に生きていた人々なのです。三天層に入った人々はそれだけではありませんでした。両親の善に従って国と隣人のために献身して犠牲になる行いを見せました。命でも捧げることができる愛でした。他人の利益のために自分は死ぬという正しい行いを見せたのです。それで他の人もその善に感動して善良に生きるように影響を与えました。このように善もその深さが違います。自分一人善を守って生きたのなら二天層に入る資格しかありません。しかし他人のために自分を完全に犠牲にする善を行ったなら三天層に入る資格があるのです。
国と王に対して義を守った臣下たちも同じです。昔王に仕えていた臣下たちを見ても心の義がそれぞれ違っていたのが分かります。ある正しくない出来事があったと仮定してみましょう。まず三点祖に入れる正しい臣下ならば不義を正すことができます。そのすべての過程も善を持って進めていきます。自分が何かの不利益を被るとしても善を持って黙々と耐えて自分を陥れる相手にも悪を持って報いません。一方二天祖に入る臣下ならこのような場合どうするでしょうか。不義を見て我慢する者の善を持って耐え忍ぶことができます。しかし先頭に立って何かを正そうとする積極的な行いは見せません。しかも自分の命が危ないどころでは恐れ退くのです。しかし三天層に入る人なら自分の命を捨ててでも正しい道を貫くのです。次に一天層に入るような進化は不義を見ると我慢できません。鬱憤を爆発させたり腹を立てたりします。また自分の義によって不義に立ち向かおうとしてかえって害を被ったりします。このようなタイプが一天層に入るのです。そういう人は命が脅かされる時は恐れ退くのです。正義感があるように見えても福音を聞くことができなかった時代の人々でも神様は各人の善と義を正確に測ることがおできになります。それで完全な公義と愛に従って天国の永遠の場所に導き入れるのです。結論です。愛する生徒の皆さん、この時間は良心裁きとは何かを伝えました。また良心裁きで救われた人々の天国の場所を区分する基準も説明しました。父なる神様は誠実な方です。福音を聞くことができなかった時代のたった一人でも完全な公義と愛によってお裁きになります。ですから福音を聞いた生徒の皆さんはどうすべきでしょうか。皆さんは天国に行く明らかな道を知っています。しかも清潔の福音を聞いたので新しいエルサレムに行く道も明らかに知っています。従って誠実な神様を信じて清めの道をたどって新しいエルサレムまでまっすぐ行く皆さんになりますように。人が分かってくれなくても父なる神様は皆さんの心の善と義をとてもよくご存知です。日ごと信仰によって勝利し新しいエルサレムの神様の御座の前に永遠にとどまる幸いな皆さんになりますよう主の御名によって祈ります。聞いたメッセージを思いながら祈ります。愛の父なる神様、今日は愛する牧者のメッセージを聞きました。良心裁きは何なのか、そして良心裁きで救われた人が入る天国の場所を区分する基準を聞きました。三天層に入る人もいることを教えてくださいました。イエス・キリストを知って福音を受け入れて信仰を持っている人は主をこの上なく愛して忠実である人が新しいエルサレムに入ると言われました。私たちは新しいエルサレムに入るように祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。映像で用意された同会女先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ。全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の上に安守してください。GCN 放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と至聖殿、全世界の神の子どもたちの家にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と患難も退けてください。
頭からつま先まで五臓六腑、骨の節々、全身の神経組織、細胞など具合の悪いところは皆精霊の火で焼き尽くして初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔サタン、すべての病気病原菌患いよう下がれ、光を望め、不治の病難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなどあらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患とすべての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中部関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など痛みは皆消え去れ、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイローゼなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて、立ち上がり、歩き走れ、目もよく見えて耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものはものを言いなさい。事故の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、父よ、傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよう。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ、下がれ、その使いたちも下がれ、この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り、欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ、すべての悪の絆を解いて闇を下がれ、光を望め、父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように。一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で、天の軍勢御使いと主の燃える炎のような御目で、神の子供たちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子供たちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えを受けた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの主。